改めまして皆さんこんにちは。今回も楽しみながら前後に親しんでまいりたいと思います。今回の一句、まずは絵だけを見てみましょう。さあ、これは何をしているところでしょうか。写経といえばお経を写す般若心経の写経が一般的であろうと思います。その他に写経ではなくて写仏ということもあります。仏様のお姿を書き写して功徳を得ようとする、この方は写仏をしています。ニコニコとして。この写仏の功徳はいつあるのでしょうか。この絵に前後をつけるならばこうなります。無功徳、えっと思われたかもしれませんが、無功徳という前後があります。結果や見返りを求めませんというような意味になります。この写仏の功徳は後から結果や見返りとして現れるのではなくて、この瞬間に現れていて完結しているのだということ。良いことをしたらそれを誰かに知ってもらいたいとか褒められたい、動画を撮りますと私もついそんな風に思ってしまいます。生きておりますと、私はこんなに懸命にやっているのにどうして分かってもらえないのだろうという思いをすることもありますが、それは見返りを求めているのと同じようなものなのかもしれません。こんな昔話があります。インドから禅を中国に伝えた達磨大師は、当時の梁という国の武帝という皇帝に謁見しました。その時武帝は達磨大師にこう尋ねました。私は寺を作りました、人を救いました、お経もたくさん写しました、仏像を鋳造しました、さてどのような功徳があるでしょうか。こう達磨大師に尋ねられました。その時達磨大師がお答えになられたのが無功徳という言葉でありました。功徳というものは本当はその行為の瞬間にすでに報われているんだと、後からもっと褒めてもらおうと思ってもそこにはもう功徳は存在しない、そんな考え方となります。仏教の考え方といたしましては、因果応報という考え方と因果同時という考え方があります。因果は原因と結果です。右側の因果応報という考え方は、何かしたらそれに応じて報いがある、良いことをしたら良い報いがあり、悪いことをしたら悪い報いがある。左側の因果同時は、何かしたその行為はその瞬間に報われている、後で何か起こるわけではない、この相反するとも思われる因果応報と因果同時、どちらが正しいのでしょうか。これはどちらが正しいということではないと思います。その時その時に応じて、この因果応報と因果同時を使い分けていくことが大事だと思います。因果応報と考えた方が
納得できる場合には因果応報と思えばいいし、因果同時と思った方が良い場合には因果同時を使っていけばいいんだと思います。どちらかといえば禅の考え方は因果同時であります。原因があって、それに応じて後から報いが起こるとすると、親の因果が子に報いということが起きてしまいます。もちろんこれは今は誤った考え方だとされています。前世の悪い行いが今世に影響を及ぼすということはありません。因果は同時であるから、今この瞬間を精一杯に生きようという生き方につなげていくのがよろしいのではないかと思います。無垢毒とは、今この瞬間をよりよく生きようという全的生き方の表明でもあります。無垢毒。そうするとふと疑問が湧いてまいります。禅の考え方は因果同時なら、あの世へ行った時に地獄とか極楽とかはないのだろうかと。このことについては次回考えてみたいと思います。気になりますね。地獄や極楽はあるのかないのか、どうか次回を楽しみにしていただければと思います。ありがとうございました。